あのふみちゃんはモノマネキンだったから、まあ、表情筋が死んでたと思うんだ。で、こっちの本物のふみちゃんはね、きっと元気だと思うよ。あ、本当じゃない？ああ。すんってなるな。なんで？なんでなん？なんでなん？一瞬の希望を返してくれ。来るぞ、来るぞ。ああ。しかしながらこのおじさんから見たら、完全に俺が不審者。圧倒的不審者。通報も間もなく。あれ？モノマネキンもこんなこと言ってなかった？え、このセリフ、え、偶然ここ私の家だよってなる？もしかして河原がふみちゃんちなのか？ところでふみちゃんこそここで何かしてたの？いや、わかる。なんかちょっとどん詰まっちゃうやつね。言葉の最初がね、どん詰まっちゃうんで、これあるんだよやっぱ。何って、ただのお散歩だよ。おお、あとお前どんな柔軟剤使ったらそんな出てくるの、モアモアが。夏休みの宿題をやってたんだけど、息抜きに外を歩きたいなと思って。あー、これいいね。この顔決まりすぎだろ。可愛いだけじゃなくてしっかりしてる。ということは、これはふみちゃんだ。本物だ。間違いなく本物のふみちゃんだ。はぁってなるよね。もうはぁって顔してるもんね。え？またやられた？マネ？その話し方、もしかして、くっそー。でもちょっと、マネーの時のふみちゃんが可愛かったね。マネマネ。モノマネキンも、レベルが上がってますね、年々。あ、だから顔死んでたんだ。ってことじゃない？多分、本物は、顔生きてるって。出会うタイミングでも。たくましいね、ケイタくん。ウィスパーとジバニャンが呆れるほど。さっき話しかけてなかった人、この人なんだ？僕の心はいつでもウキウキ。止まらない気持ち。エクスプレス。もうお前多分ウキウキビに取り憑かれてるわ。え、文城寺おじさんいるじゃん。山川ホームズ。ドットのキメが細かくなってさ、こういう文字もしっかり出せるようになったんだからね。多分 3DS じゃこれ見れないはず。ま、この視点だからっていうのもあるだろうね。うん。確かね、妖怪ウォッチ3の、そのベンチに書かれてる社名っちゅうのかな。っていうのがね、雪印牛乳のパロディの、雷印牛乳だった気がするんだよね。妖怪ウォッチ結構パロるからね。で、それは漢字がしっかり判別できたんじゃなくて、俺は、その、隣にあった雷のマークで判断したね。今度こそでしょ。どう？あ、んー、からの、すん。恒例になってんじゃねえか。慣れろ、お前。なんで毎回緊張する？お前が最初から緊張するからさ、俺も本物だと思うじゃん。もう偶然の言い方がね、言いすぎてどんどんしらじらしくなってるんだよね。お、いや、これは偶然っていうレベルを超えて、もう運命だったりして。これ三度目の正直ですよ、これ。あ、笑ってくれてる。愛想笑い激うま小玉文来ました。あ、あれそんな、そんな、マネマネキンキン。モノマネキンさ、な、お前、悲しいよ。なんでそんなことすんの？ふみちゃんのテーマ曲まで。お、ふみちゃんのテーマ曲どっから流してんの？体から流してんの？超ウケるんだけど、ちょっとお前が寄ってんじゃねえか。この女の子携帯に。え、いいよ、戦わなくて。こいつほっといてふみちゃんに行こうぜ。はい。お、来た。これ好きだな。これ額縁に入れて飾りたいもんね。もう。え、容器吸い通る？さっき出てこなかったぞ。あ、ただ待つんじゃなくて、吸い取るもできるんだ。だからここでまず容器ショットをバコバコに打って、あ、少なくなってきちゃった、容器吸い取るってね。これ吸い取ってからの容器パンパンすんよで倒れてるところに持ってって、ん、あ、もう倒したから吸えないよってことね。まあ、それはそれとしてじゃん。思ったよりボコボコ。いや、ふみちゃんの真似しすぎだよ。うん、もうだいぶ日が暮れてきちゃった。モノマネキンに付き合ってたら、もっと夫婦ごっことかもやりたかった。寂しいんだろうな。でも、可愛いって、俺は。ただちょっと肩ゆさゆさしすぎなんだよな。いや、引っかかるな、七ヒロ。もうゾーン入ってるじゃん。もうほら、もう棒立ちで。
これはもう完全に、ときめいてるって、モノマネキンに。お前がときめいてるの、モノマネキンだよ。魂抜かれてんじゃねえか、顔が。なんでウィスパーまで、ウィスパーは誰に魂抜かれてんの？今度会うときは、夫婦ごっこってことは、ふみちゃんが未来のお嫁さんに？いいなぁ、それ。超憧れるんですけど。なんでふみちゃんいないのに流れてんだよ。ふみちゃんもモノマネキンもいないのになんで流れてんだよ、このテーマが。こんな姿、本物のふみちゃんに見られてもしたらどうするんですか？って言うと来るんだよね。あはは、来たー、本物って。あまりにも、モノマネキンがはしゃぎすぎて、運営がテロップ入れてる。本物来ました。あ、今日はそっとしておこう。あれは近づきたくないもんね。なんかこうもう、告白が成功した後みたいな雰囲気出てるもん。別のこともう付き合っちゃうのかなみたいな。何調べてんの？どんだけ縦長のページなんだよ。スライドしすぎだろ。これは衝撃スクープ。大森山に妖怪たちが大集結。その先にはまさかのお宝が。あ、ガシャじゃないこれ。行きますよ。連打すると、本当に口喧嘩みたいに聞こえてくるね。あ、ウォッチランクあんのかなこれ。なんか初代の妖怪ウォッチつけてる感じするけどね。妖怪ウォッチによって引き出されるウォッチャーの能力。妖、大、義、神、愛、勇。これ今までなかったね。通知表かこれ。あ？学業の成績の隣にね、ついてそうなこの六角形の、これがウォッチスキルってことなんですね。ああ、こうやって伸ばしていくんだ。面白いじゃん、これ。ではでは、本題に戻りまして。妖怪たちの大集結。ビッグウェーブにね、乗るしかない。これ、大森山行きましょうか。本当にふみちゃん帰った？本物帰ったじゃん。てか、そうよ。入れる？入れません。でも、後々入れると信じてるよ。なんでここ飛び越えられない？嘘でしょ。なんか変なところにバリケード張ってんな。人んち普通に入れるのに？この植え込み飛び越えられないの？なんだそのケータは。多分まあでもさすがに、小学校入れないとかないはず。後々だろうが。あ、キュッピーじゃねあれ。キュキュ？来ました。大森山です。大森山入るときのね、初期の二人じゃん。情緒がたっぷりですね。たく、お宝の噂を聞きつけてきたものの、肝心のお宝はどこにあるってんだ。もち。あそこ二人が喧嘩してるとかじゃなくて、仲良く、ね、探してるんだね。そうそう、このこれ。大森山がこっから始まるよっていう、この石ガードレールいいよね。ここにたくさんの妖怪が集まってるって話、本当だったにゃんね。何がこの山にあるんだろう。なんじゃその目。これは窃盗犯の目じゃねえ。この近くで何やら怪しい気配を感じます。どっちかというと盗撮か。もうそんな間近にいるの？ああ、この人か。サーチ。あ、違ったっぽいです。階段が多いから気をつけるんだよ。懐広。あんな腕突き刺されて冷静な、やっぱおばあちゃんすごいね。やっぱね、おばあちゃんの知恵袋ねっていう言葉がね、生まれるわけですわ。こっち？うわ、このサザレ石。サザレ、違うね。怪しい場所ある？あ、うん？あ、いた！いたぞ！あ、引きこもりか。いや、引きこもれてねえじゃん。もろ外だよ、お前。この先のご神木の前にできている行列に並びに来たんです。なんか美味しいラーメン屋でも開いたんだ。あ、妖怪ガシャか。来たよ来たよ、早速。そして妖怪ガシャの大当たりが激レアな商品になったという噂もありまして、妖怪も妖怪ガシャ引くの？ってことは妖怪が引いた妖怪ガシャから出てきた妖怪は、妖怪と友達になって、妖怪に使われるってことか。でもこんなに大勢のライバルがいたんじゃ、もう諦めるしかないですよね。そんなことしたら本当に倒れちゃうんじゃん。俺行ってこようか。全然いいよ。あ、そういう感じ？ちょっと俺、ニックネームつけないけど、ちょっとつけてみようかな。こういうことでね、決まりました。
丸バツです。引きこもりが着てる服のね、井上の井の部分がね、みたいなやつがね、丸バツゲームの、あれに見えたんで、丸バツって名付けました。おっとっとっと、や、立体だー、みやびだ、これ、おいー。あ、ここら辺の草刈り取られてんじゃん。えらい土剥き出しで。これ。ねえ、ブラックエベレストって何？お、あそこね、ここの下にも猫が入っちゃうよっていうのね。あー、あるあるだわ。よく本当に神社を再現してますね。あー、現地調査でも行ったんかな。こんなもんプログラミングだけじゃめちゃめちゃ並んどる。本当に並ん、うわ、初代のメンバー来たー。ちょっとなんの、そのね、いや嬉しいよ、嬉しいんだけどね、バク並びすぎだろ。